こんにちは、つちのこです。さあ、ですね、カービィのちょっと Wii デラックスがですね、ちょっと今クリアできない状況ですので、でちょっと遊んでみようかなと思います。これね、すごいね、ミニゲームがね、あの一つのソフトとなってダウンロード専用ソフトですけど遊べるということでやっていきましょう。もう今ね、購入することできないんで面白そうと思ってもやれないんですけれども、ちょっと遊んでみたいと思います。どんなゲームだろう。どれどれ。ほう、デデデ大王のデデデデデン。どんな感じなんだ。ショップ、クレジット、演奏リプレイとかあるね。よし、じゃあ行きますよ。レベル1からレベル6まであると。で、まずはレベル1、トリプルデラックスのステージ曲。着地時に A でハイジャンプ、もう一度 A でスーパージャンプだ。遊べるかな。ドラムで弾むデデデ大王、横で前に進んでゴールを目指そう。そしてボタンを押さないと普通のジャンプ、着地に合わせて A でハイジャンプ、さらにハイジャンプの着地に合わせて A でスーパージャンプ。もう一度言うぞ。ジャンプ、ハイジャンプ、スーパージャンプじゃ。3つのジャンプで高さを変えながら音符コインをゲットしていこう。ほう、いいですね。音符コインで、遊んでいく感じね。音符コインを逃さずゲットしてハイスコアを狙うんじゃ。ジャンプのてっぺんで A を押せば裏打ちだ。リビズに合わせて得点アップじゃ。大丈夫かな。難しい。でもリズム天国で鍛えましたから僕。どれどれ。はい、どんな感じ。え、あ、横、あ、下なんだね、メインの画面は。じゃあこうの方がいいか。これですかね、やっぱね、メインはこの画面が一番が。おう、あー、もう普通。はいはいはい。おお、なるほど。トントン。いいじゃん。トントントン。おお、いいね、面白い面白い面白い。これは、ああ、ダメなの。こうか。はい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 、いい感じだ。ふい。あー、声避ける感じね。ふい。できるー。できるんです。あ、やべ。ちょっと待って。裏打ちしようと思ったらむずいね。なるほど。はい。あれ、ちゃーちゃー。間違えた。はあ、これは大変だぞ。裏打ちもあって、やば。やべ、やばい、むずい、難しいかも。頭混乱しちゃう。クリアタイム1プラス13,000タイムボーナス。かはー。裏打ちパーフェクトコインコンプリート。これやばいかも。これむずいぞ。やば。ちょっとお待ちくださいね。もう一度だ。よし。ちょっとでもいい曲だからいいね。裏打ちパーフェクトもあんのか。やば。ちょっと待ってね。こうでしょ。裏打ち、はいはいはい、よし、大丈夫、できてきたら、はいはい、いいよ。波紋到達。あー、間違えた。むず、難しいな、そこ。なるほどな。
なるほど。いやー、だいぶね、分かってできるようになりましたけど、難しいっすね。どう？さすがにゴールドぐらいはいってそうな気はすんだが。あ、いた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 。ノーダメージ。なるほどな。ノーダメージ、コインコンプリートできなくて、裏打ちパーフェクトもできませんでした。レベルセレクトで、おー、すごいすごいすごい。レベル、レベル6までもう出ちゃったけど。すごっ。もう一気に何でも遊べちゃうの？ちょ、でも、やっぱりね、完璧目指したよね。プラチナ目指したよね。プラチナ目指していこう。いくぜ。はい。はい。途中なんか難しいのあんだよな。あれでいいのかな？トン、トン、トン、トン。トン。はい、トン、トン。よし。コインコンプリートすればいいだけだから。うん。ほい。いや、半分ノーミス。あ、うっそ！なんでかな？なんでかねえ。なんでかねえ。ででででで、懐かしいな。なんか、鳥寺でやったんだっけな。はい。いいね。なんか、トン、トン。いいね。はい。トントントン。あんまり強く、僕、結構強く押しちゃう方でね。あんまり、ミスりたくない。あ、これ裏打ちパーフェクトなってない、グッドだから。グッド出ちゃった。はい、はい、はい。グッド出ちゃうのやばいね。よし。どう？よし。はい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 。コイン取れてるでしょ。今のダメ？今ちょっと後ろ戻ったけど後ろ戻っちゃった。難しくて大丈夫ですかね。頼む。いけいけ、プラチナいけ。あれ、裏打ちパーフェクトダメ。ちょっと待って、裏打ちパーフェクト、どうやったら裏打ちパーフェクト。なかなか難しいですな。よいしょ。あー、今できなかったのかも。ちょっと待って、むずいな。めちゃめちゃ真剣にやって、声後付けにしようかな。ちょっと真剣にやります。もうプラチナ取るしかないんだよね、ここは。いきます。さすがにね、レベル1なんで、まあ裏打ちもね、やりながらできるとは思ってたんですけど、いや、なかなか難しかったですね。対応力が悪いというか、僕が。僕はですね、もうもちろん後付けの僕なんですけれども、まあ、グレートをね、出しつつ、こうね、ルートがやっぱ初見じゃなかなか、できないかな。これレベル6がね、どんぐらいなのか、難しく、本当に難しくなってるのか、ちょっとわかんないですけど。まあ、やることは単純なので、リズム天国とはね、違って、シンプルなゲームだとは思うんですけども、まあ、後半どうなるかですね。まあ、こういうところとか、ちょっとね、もたついてるんですけど、まあ、ちゃんと裏打ちも忘れずにできたんで、あ、ここね、ここ危なかったよ。ね。今の良かったかな？ね、今の良かったか、もう心配しちゃった。やっぱタイムもあるんで、タイムボーナスも。やっぱプラチナね、目指すとしたら、こういうね、無駄な動きっていうのは絶対やっちゃいけない。こう気持ちいいよね。こうミスりました。ミスったけど、ちゃんとね、コインは取りに行った。さあ、どうでしょう？どう？裏打ち完璧やったと思うんだけど。一瞬ミスったけど、これぐらい許してくれるでしょ？
多分。頼む、裏打ちパーフェクト取れてくれ。よっしょーらー、やったー、プラチナ取れました。おい、顔面蒼白になってんじゃねえか。出て出たよ、やりました。うーし、プラチナ取れたぜ。これ、え、もしかしてこれ6までしかない？ちょっと待って、え、6までしかないとかないよね。ショップって何？トリプルデラックスを買いましょう。なんだよそれ。え、クレジットがあると演奏リプレイ、データを消す。なるほど。え、もしかして6曲しかないです？いや、これじゃあ6日に分けて遊んでいきましょうか。まあ1週間ぐらい遊べるって感じかな。これ全部クリアしたら、いい感じのエクストラステージ出たりするんですかね。どうなんでしょうか。もしね、なんか裏技かなんかあればこっそり教えてくださいということで、でまずレベル1ちゃんとですね、プラチナで遊ぶことができました。さあレベル2からどう難しくなっていくんでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。